富谷さんアーセナー加入したらいいと思うけど、あのタイプがねちょっとベン・ホワイトと被ってて、単純なぶつかり合いとかあんま得意じゃないけど、頭使ってつなげて守備の準備できるみたいな。ただね、そういうタイプ2人いてもいいんだけど、もうちょっとフィジカルなタイプ欲しいのかなと思いますね。そう、あ、富安アーセナルね、でもベン・ホワイトとちょっとキャラ被るまでは言わないけど、もうちょっと強度ある系のセンターバックがいいのかなって思いますけどね。アーセナル一番の補強ポイントは右サイドバックと先場ですかね。僕はボランチだと思いますね。まあ、いつも言ってることがあれだけど、その、トーマスと組んだ時に盤石の中盤になって、トーマスいない時でも一人で支えられるみたいな、そういうクラスの選手が来ればいいよなっていう感じですね。右サイドバックに関しては補強したいけど、守備的に行く時にはチェンバース、攻撃的に行く時にはストリックで、こと足りてベジェニンも売れてないんで、どうなんでしょうね。結構フラットに見るとジャカって中心にするっていうよりも、なんかこう中心選手を支えるぐらいのレベルの選手なんですよ。ただなんか、まあベンゲル時代からいて、どうしてもジャカが良くなってきたのって最近で、でもベストパフォーマンス多分フランス対スイスの試合で、やっぱり相手が強くなるとアジリティの低さだったりとか、前田タックルで突っ込んじゃったのも不運じゃなくて、ああいうプレーでジャカのね、いつもやってるものですから、そうだから悪い選手とは言えないんだけど、中心に据えておいて安心できる選手ではないんで、だから。トーマスが、まあ、怪我がちなところもあって、それの横に置ける選手。だビスマとかエンディディみたいなタイプが来たら最高なんですけどね。ただ、そういう選手って高いし、なかなか取れないから。だから僕はベン・ホワイト1列上げるのもいいと思ってますけどね。でもそれもマガリアインスがいないとできないから。だから、普通に、5バックの右とかにベン・ホワイト入れて、今まで通りの使い方で。でも、4バックも見たいけどね。でも、何しろ、センターライン、キーパー、センターバック、ボランチ、まあシステムによりますけど、フォワードとかトップ下とか、このラインが整ってこその、いいサイドバックがいると、いいサッカーができるし、みたいなことなんで、中央が弱いけど、サイドが、良くて強いチームっていうのは基本ないと思ってるんで、なんで、アーセナルはボランチだと思います。あとは、